消費税率、はい、実質5通り、複雑すぎるポイント還元と軽減税率と、はい、もう来週ですか、はい、10月1日、はい、消費増税に合わせて導入されるキャッシュレス決済に伴うポイント還元制度は、飲食料品など消費税率を 8% に据え置く軽減税率制度と合わせると消費者が負担する実質的な税率は10、8、6、5、3% の5通りもある。小売店のスタッフや消費者が混乱する恐れもあり、経済産業省は周知に向けた取り組みを加速させるが残された時間は少ない。その通りですね。10% の商品を百貨店や大手スーパーなど大企業の店舗で買えばポイント還元はなく、消費者は 10% を全て負担することになる。しかし個人経営の文具店など中小店舗で買えば 5% の還元があるため実質 5% となり、外食など大企業のフランチャイズ加盟店だと 2% 還元で実質 8%、はい、同様に軽減税率が適用される 8% の商品でも実質税率が8、6、3% となる、はいはい、もうややこしいですね。もう腹立ってきますよね。そうですね、うん、もうはい、大手のコンビニエンスストアやハンバーガー店などでは本部が運営する直営店はポイント還元の対象外のため、国からの補助を受けられない。コンビニ大手3社は直営店分を自己負担することで全店で還元を実施するが、マクドナルドではほぼすべて ほぼすべての FC 店が参加する一方、直営店は実施せず消費者は分かりにくいと。まあそうですね、マックのどこが直営店かなんて気にしたことないですよね、はい、分かんないよね、うん、知らないよね、分かんないです、こんなの、はい、混乱の種は実質税率の多さだけではない。国の登録外の店舗で買い物をしてもポイント還元は、ポイントは還元されない。そうなんですよ。10月1日の開始当初の中小事業者の登録店舗は50万に届かず、対象となる約200万店の4分の1程度にとどまると。そうなんです。だからどこの中小でもいいわけではなくて、はい、そうそうそう、加盟してるとこじゃないと意味がないっていうことも含めていくということで、うん、これを全部理解してるやついたらそいつとは友達にはなれないよね。お前暇だろうと。この一時勉強して、そうそう、これ全部、そう、これ全部ガーッと説明されてもまずわからないし、うん、テレビで毎日のようにやってるじゃない、うん、でもまあもう あれ聞いてると怒りがこうふつふつと、はい、いやだって一律だったら、うん、計算はしやすいわけだから。そう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 、だから今後何買って、はい、あれやってこれやってとか、うん、まあ、旅行の計画とか立てるときに、はい、そう、これはこうだとかまずは計算できますけど、もう税率が複雑になりすぎて、そう、何が何だか計算できないですよね。そう、直感的に分かるようにしないと、うん、やっぱまずダメだし、でただでさえ混乱する軽減税率があるのに、うん、ポイント還元っていうのを入れてて、はい、でしかもそのポイント還元も店によってまちまちっていう、うん、店の規模が小さければあるって言ってもそうでもないっていう、うん、もう本当にこれはね、政府はやっぱペーパー試験でやってきたバカだよね。そうですね。いやもう本当もうなんか理論通りに人間動くって思ってんのかっていう。多分定規で線引いてきたんですよね。そう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 、定規で引けって言われたら引いてきたんだよ。それで暗記したんだと思うよ。はい、この店は何パーセントで、うん、で何パーセント還元だからと。でテレビもこれ喜んでやってるじゃない。うん、ほら親会社の新聞社がさ、はい、軽減税率適用されちゃってるもんだから。うん、テレビとしてはもう消費税上げていくの賛成なんだよね。だからもう本当この上級国民たちはね、もう歪んだもうマスコミの構造と我々一般国民をね、うん、本当もてあそんでるよね。いや本当ですよ、はい、まあ、この消費税だけじゃなくて、うん、この消費税増税に伴って、はい、まあ、和田さん前回言ってましたけど、インボイスっていうのが出るんですよ。出ます。これね、今日ご覧いただいている方の中にそのフリーランスとかの方がどれだけいるか分かりませんけれども、はい、インボイス発行で実質増税、フリーランスら反対署名という記事が朝日新聞に投稿されています、はい、10月の消費増税で導入される軽減税率に伴い4年後にインボイス、これは適格請求書というんですね、はい、が完全実施される。これに対しフリーランスなどの小規模事業者から反対の声が出ている。インボイスを発行できなければ取引先から外されかねないが、消費税が免除されている事業者が発行しようとすると実質増税になる仕組みのためだ。インボイスは商品ごとに税率と税額を細かく記した業者間でやり取りする請求書だ。
10月から税率 10% と 8% の商品が混在することになるため、4年間の移行期間を置いて23年10月から導入される。今は課税売上高が年間1000万円以下の業者には消費税の納税を免除する制度がある。零細事業者の事務負担に、配慮するためで、約800万事業者のうち約500万事業者が免税対象だ。ただ免税事業者はインボイスを発行できず、発行するには税務署に登録した課税事業者になる必要がある。通常事業者は売上にかかる消費税額から仕入れや経費にかかった消費税額を差し引いて納税する。仕入れや経費を支払う取引先からインボイスをもらえないと、売上にかかる消費税から差し引けず納税額が増える。このため免税業者では課税業者になってインボイスを出せなければ取引から外される可能性もあると、はい。まあ、ちょっと意味がよく分かりにくいと思うんですけども、はいはい、まあそもそもこの免税事業者というのがある時点 で、はい、そうです。消費税って全部取り切れてないわけですよ、はい、そうですね、現状でも、はいはい、だから消費税の仕組み自体を根本的に変えないといけないのかなとは思うんですけれども、はい、まあ、実際その始めた段階ではお金ないから、はい、まあ、免除するというのもそうだし、はい、まあ、1000万以下だったら、はい、取らなくてもいいというのも、はい、まあ、分かるんだけども、うん、まあこれで事務負担も増えるじゃないですか。増えます。だからもう本当にね、何を置いても、うん、まあ論理的にはこうなるはずだっていうのをちょっと国民に押し付けすぎて、うん、まあ、全員定規使えよと、うん、とにかく言いたいっていう感じですよね。もうだから仕事増やすのがね、本当好きだよね。こう生産性を上げないで仕事増やして、うん、で官僚は自分たちの税金は絶対取りたいっていう、うん、もうそれをやらせるっていうね。はっきり言って時間の無駄なんですよね、こういう無駄経理作業って。もうやりたくもないし、うん、でせっかくさ、まあ、うちとかだとクラウド系のね、はい、会計ソフトを入れて、うん、クレジットカードとか銀行も全部データ引き抜くのね、うんうん、抜いて、あ、そう、今できますもんね。で、ソフトがある程度判断して、うん、これってこれでしょってやっていくのね、うんうん、ところがこの軽減税率あれが入ってきたから、うん、えっ、これ武田先生のおやつタイムは 8% かとかそのまたいろいろやらなきゃいけないわけですよ。なんやねんともう本当本当ね。確かにそうですね。そう、結局手入力が今度出てくるわけですよ、うん、この領収書はどっちだなとか、うん、本当ね、なんかめんどくせえと思って、うん、一律 10% で計算しちゃうと、うん、それは損するわけですか。損するからね。そう、だから過剰な税金を払っちゃうことになるので。そう。いや本当になんかそう IT でやってやっと楽になってきたところに、うん、その IT をこうやめさせるっていうかね、うん、やっぱ財務省っていうのはね、こう、うん、俺たちがこう支配してんだと、うん、で税務省来た時に、うん、こう絶対分かんないじゃない、うん、で会計士もね、税理士とかもかわいそうなんだよ、うん、だってあの報酬変わんないじゃん、はい、月額報酬とか年間の報酬決まってんのに、うん、仕事は3倍ぐらい増えるわけよ。そうですね、うん、だから会社ので社長がさ、はい、税務署から文句言われたんだけど、うん、チェックしてなかったのって言われるから、チェックしなきゃいけなくなるわけ、うん、全員税理士も本当に嫌がってる、うん、いやー本当めんどくさい。本当ですよ。そう、いや、これでインボイス来たら、うん、その個人事業主とかも、うん、まあ、なんか問い合わせとか増えるでしょうね。そうだから全員不幸だよ、うん、官僚以外は全員不幸、うん、あの国民も不幸だし、そ、まあ、要は税理士も不幸だし、うん、経理部も不幸だし、うん、社長は残業代払わなきゃいけないし、うん、不幸だしです。何か新しい価値を、付加価値を生産したわけじゃないわけじゃない、うん、いや、だって税金って取られてるだけですからね。そう彼らは何も生み出してないし。そうだから、いや本当にね、なんか何、国民を幸せにしようと思ってないよね、役人は、うんうん、本当に悪だと思うよ。本当人の仕事奪うっていうか、仕事のその人の時間を奪うことっていうのは悪だっていう感覚がないと、うん、ブラック企業だし、うん、まあ、僕がいろいろ僕の立場でね、うん、スタッフとかいる前でね、はい、そういうことを言うとブラック企業だしって言って、お前散々押し付けてるじゃないかって言われてるかもしれないけどもでも本当にそれをやらせるってのはね、うん、ひどいよね。そう、時間泥棒が一番
犯罪だと思うよ、うん、本当に。でも人間の時間っていうのは有限ですからね。そうで、これに本気で反対してる議員がいなかったっていうのも、うん、自民党もね仕事してるやついないなって。そう、決めてるのは議員ですけど、そう結局その元ネタはその財務省とかから出てくるわけじゃないですか。そうそうそう、それはやっぱこれもうちょっとすっきりさせろと、うん、感覚的にできなかったら、いやだってもう事業者じゃないと分かんないですよ。そうそう、こういうの税金のなんちゃら議員は多分、うん、あの自分で商売したことないから、うん、あのだと思うんだけどね、うん、本当に僕はもうこれ軽減税率が出た時からずっとこうやって反対してるけど、うん、まあ力もないなっていう感じですよね、うんうん、まあこれやっぱりあれじゃないですかね、公明党とかが相当そうそう公明党がやったっていうのと軽減税率、はい、あとまあ日本人がこの定規使えって言われたら定規使ってきた、うん、この流れが従順さがここで反抗しなかったっていうところに来てると思うよ、うん、みんながやっぱ言えば変わったんだけど、うん、やっぱみんながやっぱこう従順に受け入れたっていう、うん、軽減税率仕方ないねっていう感じ。いやー軽減税率でやるなら、うん、もう別に 10% の方が楽なんですよね。あ、そうそう、全部やって、そう、全部 10% にしてやれよと、うんうん、いやーめんどくせえ。そう、ほんとめんどくさい。そうそうそう、本当にそうだと思う、定規、うんうん、に罪はないって。そう